こんばんは。今日はこちらの食材を作った塩麻婆丼に挑戦していきます。流れを切っていきます。切り豆腐を切ります。フライパンを熱したらごま油を敷きます。鶏ひき肉を入れます。お水を入れます。鶏ガラスープの素、生ニンニクを入れます。塩コショウを入れます。お豆腐を入れます。片栗粉を水で溶かしておきます。片栗粉を入れます。こちらをご飯の上にかけてください。はい、北川博之特製塩麻婆丼の完成です。はい、塩麻婆丼完成しました。早速いただいてみます。いただきます。いただきます。最高。これであんかけの昨日のリベンジもできました。今日も大成功でした。こちらもすごい節約レシピなので、ぜひ作ってみてください。